こんにちは秋とゆかです今日は原田さんが経営の秘伝をお話ししてくださるそうです皆さんこんにちは最近経営セミナー、経営塾、顧問、そして笑顔のマネジメントで最近すくずく大事だと思っていろんな方に何度も何度も伝えていることの一つを今日お話したいと思います 事業成長のためにはどんなルールを守らなきゃいけないかということです経営は人事が7割財務が3割とよく言いますこの3割の財務に関わる点それとこのビジネスやる時のこの思考ですねこれ大事なポイントだからいくつか事例を踏まえてお話ししますまず外食産業もそうです塾経営もそうですトレーニングジム経営もそうです笑顔のサプリの会員者に対する いろんな施策もそうですまず笑顔を代表事例として捉えるとわかりやすいんでお話したいと思います既存のお客さんがどれぐらい飲み続けてくれるかとずっと長い間クローズを飲んでいただくこのように横軸に LTV ライフタイムバリューと言いまして継続率が上がっていくこれが大事な施策です縦軸に新規顧客獲得 これも大事な成長戦略の施策ですこの二軸があるんですね大事なことは新規顧客を獲得するためこれはいろんな業界でコストパーオーダーというんですが一人のお客さんを獲得するのにどれぐらい費用がかかるかこれはサプリの業界トレーニングジムの業界教育業界でそれぞれ CPU は違いますその具体的な数字は差し控えます大事なことは 広告宣伝を使いますコストパーオーダーで一人のお客さんが入会されますそのお客さんは1年間でどれぐらいお金を払ってくれるでしょうどれぐらい利益が上がるでしょうその1年間の利益ではペイできないんです投資の方がはるかに高いんです。ということは新規を取るための投資は1年以内で回収できないんですね。年年目3年目でやっと 使った分が戻ってくるということですしたがって1年以内にもう継続されない方は赤字なんですこれが新規顧客を取る時のコスト構造なんですね経営で大事なことはいかに LTV を伸ばすか去年から今年 LTV がどれくらい伸びたかその伸びから生まれた営業キャッシュフォローの増額増えた分がどれくらいかこの増えた分の範囲で 新規顧客獲得にお金を使う分には伸びた方が大きければトータルの営業利益は下がらないんですこれが伸びていないのに新規を取れば取るほどお金キャッシュアウトしていきますすなわち横軸の伸びはキャッシュインです縦軸の投資はキャッシュアウトですキャッシュインがキャッシュアウトよりも大きくなければ営業利益は下がるんです これが原理原則なんですがそれをよく忘れてですね既存顧客が去っていくから新規で補うこれでどん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 営業利益を失っていくというパターンがいいろんな業界でで多いパターンです私は江川のマネジメント会議では必ず繰り返すことがあるんですよ。同じこととをやって違う結果が出ないぞとこれはですね今やってることを全て見直せ。 効果がなかったらそれをやめて効果があるところにお金の配分を厚くしなきゃいけないこれを意外とみんなおろそかにするんですねずっとやってきたことをなんとなくやり続ける常にやってることを見直して変化していくこれが成長戦略で非常に大事です同じことをやって違う結果が出ない2番目お金を使わなないい売上成長はないぞってことこですどっかにお金を通してやっと売上が上がっていくんですよ。 がが上がるようにお金を投資する投資した金額以上に LTV の工場で営業利益が上がるそして新規に投資するこれがシーケンス順番ですお金を使いお金を使いこれ大事なことです業績不振になりますとみんなコストカットコストカットコストカットそれでだん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 シュリンクしていくこういうパターンが多いんですね経営はお金を使う賢く使う使った以上にお金を生むこれが経営者の責任です3つ目 これはちょっと複雑な話になるんでどうやって簡単に説明するか今考えながら話しますけど例えば DM を打ちます A というグループ B というグループ C というグループがあります DM を打って A というグループの応答率は非常に高い B というグループはそこそこ C というグループに DM 打ってもほとんど応答がないしたがって A のところに集中して DM を打つの方が 投資に対する利短が最大化されますこういうのが普通の頭ですこれは売れるところにしか売らない売れるか売れないかの議論なんです売れるか売れないかの議論をする以上は競争に勝てません成長戦略というのは売れる以上に売ることなんですということは応答率の高いところに投資するのは当たり前です C のような応答率が低いこれはどうするか 応答率をを上げるような施策をしなきゃいけないですこの応答率が低いところ去っていったお客様振り向いてくれないお客様振り向いてくれないお客様には声もかけないこれで成長するわけないだろう商売というのは去っていく人断った人振り向いてくれない人そういった方にどういう声掛けをして振り向いてもらえるかこれが成長戦略の基本だと私は思います。 こういった失敗を恐れる投資を恐れる無難な施策しかやらないこれはサラリーマンです経営者というのは成長戦略にどれだけ勇気を持って投資できるかこれが勝負だと思います今日はちょっと高度な難しい話をしましたが珍しくこれはいい話だったと自分で喋りながら思ってます皆さん頑張ってください以上ですいやあのね笑顔60万人お客さんいるんですよ今低購入者 前買った人人の累積は500万人なんです<ー>新規を取るよりも復活の方が投資効果が高いだから復活やれってやったんですそしたら役員どうやったか去っていった1年以内の人が一番応答率が高い3年以内がその次5年以上はほとんど応答してくれないからそこは捨てる、えー、応答率上げろよ天気予報やってんじゃねえぞとえ、ね、売れる売れないの議論じゃねえぞなんで売れねえ 梅雨前線停滞して雨ばっかり降ってます梅雨前線湾腕力で動かせってよく言いましたよこれが商売ためになったと思いましたらチャンネル登録よろしくお願いします